皆さん、こんなな、NNMI です。引き続きやっていきます。まあ、サクサククリアし、した方が多分、あれなんだろう。アイテムが極端に起きてないんだが、めっちゃ広い。だからもう通常のところであれ必要だな。ルーラーの杖消費していこう。どうせ溜まっていくし、レベル上げしてから。
あれか、8分の7ミミックのパターンあんな、これミミック部屋だ。ほら。ああ、当たり部屋だ。はあ、thank you.
これはね、仲間になんないやつだわ。いや、まあ、消えた。酒場って言ってたよね、確か。なるほどね。ああ、じゃあ親もある程度育成しないとダメだよってことなのね。Thank you.
あー、かばってどこだっけ。ってことはしばらく命を大事にで育てた方がいいかもしれない。ピートって誰だっけ。ああ、いや、あれか。デホマラ使えんの？あ、いや、デホマラ引き継ぎたいな。さて、どうする？特になんかやるようなことはないんだよな。まあ、強いて言うなら賢さのため預けていきたいけど。
なんか変わったかな。いや、変わってないな。あ、霜降り肉買えるじゃん。ええ、待って待って待って、仲間にし放題じゃん。霜降り肉買えるんだったら。ちょっとここ周回してくるか。自体はそんな強くないのか。だったらなおさらあれだな。あれ、異国の、違う、他国のマスター狙いだな。ボーンプリズナーはね、使う。あーれま、しかも仲間になんないし。なんかもなんないね。
いないね。ここでボーンプリズナーたくさん仲間にするのありだな。お、いた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 。あんまり攻撃しない状態で肉をあげていく。杖系はな、売り物としか思ってないからな。あ、いや、霜降り肉売ってくれんのすっげえ助かる。あ、泥人形もいる。泥人形2体集めるので配合するとゴーレムになるのか。ゴーレム2体で動く石像か。大きい目だ。と言っても燻製肉1個あるだけだからそのままでいっか。メタルスライム。
いやまあどの道あれないからいいよ、もう肉使い切ったしいいよ。ここ周回すんのめんどくさ。じゃあ、まあ、今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。